今すごいアイドル多いじゃないですか。まあ、ちょっと前だとあのなんかアイドル戦国時代みたいな、ゆるキャラとアイドルがなんか戦国時代を迎えてたんですけど、今はもうだいぶ落ち着いたでしょうけど、とにかくアイドルってすごいいっぱいいるんですって。地下アイドルとか、あとご当地アイドルとかで、メジャーなやつだと AKB とかね。 AKB って今やってんのか、乃木坂とか、なんか日向坂とか、なんかいっぱいあるらしいんですけど、そのなんとか坂やらアイドルがいっぱいいるんですよ。で、僕35、今年36になるんですけどね、僕が中学校の頃ですね、僕の中学校の頃はモーニング娘。っていう、今もやってるみたいなんですけど、モーニング娘。っていうのがすごい流行ってて、もう一世を風靡して、アイドルといえばもうモーニング娘。その前だとスピードとかがもう多分アイドルの枠だったんじゃないかなと思うんですけど、基本的にハロープロジェクトがですね、まあ全盛期、まあ、今もやってるしファンもいるんでしょうけど、まあ全盛期、ものすごく盛り上がってた敵なしの時代があって、で僕もまあもちろん、というよりなんかあの時代ってね、そのグレーとかね、ビーズとかね、ラルクとかね、あのなんか今だったらすごいなんかラップとか J-POP とか、こういろんなジャンルあるじゃないですか、ビジュアル系だったり。なんか昔ってそういうジャンルがあんまり凝り固まってなくて、そのアイドルが大好きとか、ビジュアル系が大好きっていう分け方じゃなかったんですよ。みんな大雑把にJ-POP っていうくくりでみんな何でも聞いてたんですよ。みんなグレーを聞いてたし、みんなラルクを聞いてたし、バンプやらアジカンやらを聞いてたんですよ。でも今このアーティスト名言ったら古いとか言われるのかな、嫌ですね。でまあ話戻すんですけど、そのモーニング娘。もちろん誰もが誰かを推してたんですよ。そのモーニング娘。の中で誰々が可愛いみたいなのがあって、僕はあの阿部夏実さんが好きだったんですけど、もう今とっくに辞めて結婚してね。でも別にそんなだからなんかクソナッチーみたいなことはないんですけど、なんかでこの何年も経つとやっぱもう AKB とか出てくるじゃないですか。で AKB とか AKB だとね、僕は前田亜美さんっていう人が好きだったんですけど、もうやめましたね AKB。 もうやめましたっつうか、人口の何分の1が AKB なのっていうぐらい AKB いるんですけど、多すぎだろアイドル。でただアイドルもねやっぱ聞かなくなってきますね、この年になってくると。といってもまあ10年ぐらい、6年7年前ぐらいだと、あのね私立恵比寿中学とかっていう、のとかね、なんか聞いてたりしたんですけどね。でもね、なんかいい加減ね、ちょっとアイドルソングは刺さらないですね。もういい加減、結婚もしててなんかおっさんが、まあそういう人もいますけど、もうちょっと俺の心にはもう響かないですね、ああいう なんつうの、もう言ってしまえばああいうなんか青春っぽいこうなんか初々しい気持ちがもうないんで、もう目も濁ってるし、もう声もかすれてきたし、白髪も出てきたんで、もう残念ながらああいうあの頃の俺には戻れないなと。ただなんかこう久しぶりにその昔の曲とか聞くと、なんとなくこう気持ちね、中学生ぐらいの気持ちにこうなったりするんですけど、そんな中ですね、嫁がですね、あでもこれもちょっと前の話なんですよね、ブログでも書いてたんですけど、モーニング娘。って結局嫁も同級生なんで、同い年なんで、まあその時代の人間なんで、加護愛さんと辻希美さんっていうのもなんかすごい人気の2人だったんですけど、モーニング娘。で、そんで加護愛さんがまあいろいろあるじゃないですか、加護愛さんいろいろあるじゃないですか、何かって言わないですけど、で加護愛さんがね、藤本美貴さんのブギートレインっていうなんか迷う方の名曲ね、名曲を歌ってて、で会えない長い日曜日だっけかな、デビューシングル、その藤本ミキティですね、ミキティのミキティなんですけど、そ
それそのミキティの歌をそのカゴアイさんがカバーしてライブで歌うっていうのを YouTube で見てて、なんかすごいカゴちゃん可愛いよねみたいな話して、で見ててやっぱなんかその年齢もやっぱりその最近割かし最近の映像だったんで、もうだいぶ年、そんな年寄りでもないですけど、そのだいぶ大人になったねカゴちゃんが、まあ歌ってて、あもうすごいなと思って見てたんですけど、で俺はそれ見てて、その後嫁が見たあの松浦綾のあややですね、あややの曲に、ちなみに僕が買った、もう話ブレブレなんですけど、あの僕が生まれて初めて買った CD があの松浦綾さんのあのファーストアルバムですね。あれが僕が初めて自分の金で買った CD になりますね。はい。でその松浦綾さんのザ美学っていう曲があって、それをあの田中玲奈さんが歌ってるのがあったんですけど、それを31、2歳の僕が見て、ただその田中玲奈さんもまあその全盛期から何年も経っているライブで歌ったそのザ美学がめっちゃくちゃ可愛くて、信じられねえ可愛さだなこれって思って衝撃を受けたんですよ。で僕阿部夏実さんが好きって言ったんですけど、もうあの浮気症なんでコロコロ変わって、阿部夏実のあのごまきあややソニンみたいな感じで、ソニンとか知ってんのかなみたいな、まあちょっとみんな可愛いなってこと見てたんですけど、田中玲奈さんの頃はもうモームスじゃない、もうどっちかっていうとやっぱり今聴いてるパンクやハードコアの方に行ったんで、アイドルそんなにって感じになってて、田中玲奈さんが出始めた頃はもうモームスってそんなにって感じになってたんですよね僕の中で。で特にそんなになんか意識して見たこともなかったんですけど、今見ると信じられないぐらいの可愛さ、もうこれぞアイドルみたいな、まあ、言ってしまえば化け物ですよね、あのアイドル界の化け物だなって思って、この可愛さって思って、あのよくそのアイドルオタクの人とかがその尊いみたいなこと言うじゃないですか、まさにあれですね、あ本当に尊いってこういうことを言うんだなって、最近の田中玲奈さんね、わりかしでそのザ美学を歌って踊るんですけど、いやマジでもうかっこいいっていうか、あの次元が違いすぎて他のアイドルと、あこれをこのレベルはもう二次元だなって、もはやそのアニメとかゲームの世界の美少女に近いなっていうぐらい衝撃受けて、で当然ですけどその歌も踊りも上手くて、見てるだけで幸せな気分になるんですよ、もうあれ神がかってんなと思って、すごいと思って、で未だにそのなんかインタビューとか見てでも受け答えとかあの笑顔とかその仕草の一つ一つが完全にアイドルで、これもう魂売ってんだなと思って、アイドルというアイドル人生にこう命かけてる人なんだなと思って、すごいですね。たまにショートショートで流れてくるんですけど、もうついついいいね押しちゃいますね、はい、いやもう すごいんですよ、とにかくめちゃくちゃ可愛くて、未だにファンは根強いんじゃないですかね、あれ。この世のアイドルじゃないんだよね。なんか、非現実的な可愛さというか、本当になんか、アニメから飛び出してきたみたいな可愛さみたいなのをすごい感じましたね。ぶっちぎりだな、あれが本物だなって思いましたね。